バンド・エイジ暇人知ってる PDR さんなんか PDR さんがめんどくさいと思うことしてみてくださいニコ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  PDR さん Is God Maybe うん The Anarchist Cookbook の使い方を教えてくださいはい普通に もうすぐ研修があるので東京に行ってできることトップ3お願いしますまずはアメコミヤでしょあとはえー、っとアメコミヤに行ってアメコミヤに行ったあとは Ask t グ e g o してください Watching the entire one piece series in one sitting Or deleting Del <eting S 2> <a> my channel いつも見てます PDR さん何のスポーツできるの <laughs> なんで笑うの ま、もう10年15年くらいまともにスポーツやってないですけど昔バスケ部にちょっと入ってたけど辞めた後にすごいバスケが好きになってドリブルとかあんまり得意じゃなかったんですけどジャンプショットとかあとスリーポイントショットは割と得意でした755どうなりましたか残念ながらブラックホールに吸い込まれましたグリーンデーのビリー・ジョーが新しく始めた TheLongshot についてどう思いますかグリーンデーは まだ好きですよ。まあ、最近のアルバムはどれも好きじゃないけど、あんまりもう興味ないですね。サイドプロジェクトで好きなのは、多分ペンヘッドガンパ g u n が一番好きですね。Billy Joe とか、あと誰だっけ、Aaron Cometbus とかがやってるサイドプロジェクト、すごいので、CD 多分もうほとんど廃盤になってると思うんですけど、全部入ってる CD とかあったなんかうるせえな、外。 ぜひ、ペンヘッドガンパウダーを聞いてみてください。ディスクユニオンとかで多分売ってると思います。最近見た映画で面白かった映画は何ですか映画館で見たの、Ready Player One、Infinity War、あと、ちょっと前の映画ですけど、A Ghost Story がすごい良かったです。ブーノー・マーズ聞きますかあーななん聞いたことあるんですけど、なんか好きでも嫌いでもない感じですね。普通です。英語の成績を伸ばすにはどうすればいいでしょうか 勉強来月の19日から毎週火曜日に発売するマー e ルファクトファイル買いますかあれあれですよねあのデアゴスティーニーってなんか1号はすごい安くて後からちょっと高くなっていくやつですね昔 X ファイルのやつ集めてたんですけど多分あの CM ちょっと見たんですけどアメコミの情報が多分すごい入ってると思うんですけどマーベルの歴史とか そのキャラの設定上ってほんとしょっちゅう変わるからまあ見るの楽しいと思うんですけどもう出た頃にはその情報古くなってる可能性あるんでまあ買わないです <laughs> この間初めてピーーディアールさんの話題でかみ合う友達ができました嬉しいですかはい最近始まったマーベルリランチで読みたいのありますかもう。 アベンジャーズが出ててアベンジャーズの1と2はあると思うんですけどあとはスコッティ・ヤングのデッドプールでしょあとアメイジング・スパイダーマンもう4年ぐらい読んでなくて今ちょっとまたあの誰だっけダンスロットのスパイダーマンがすごいつまんなくなったけどどういう終わり方するのかが気になってまた買い出したんですけど次はニック・スペンサーとインビンチブルを書いてたワイヤノリーがやるんですごい楽しみですねあとは センチュリーがちょっと気になるんですけどジェフ・レミアなんででもセンチュリーのキャラクターにあんまり興味ないんであとパニッシャーすごい好きなんですけどストーリーがマテュー・ローゼンバーグなんで彼のストーリーなんか悪くはないけどすごい面白くもないんでちょっと買わないかもしれないですね春から高校生になったのですがクラスに可愛いい人が一人もいませんむしろ キモい奴ばっかです。どうすればこの一年を乗り切れますか心配するな。君のクラスメイトも多分同じこと思ってるから。君は一人じゃないエブリワンプレイ文人に入りたくありませんかエブデブ入りまい入りたくはないですけど、ちょっと一回だけ参加してみたいです。好きなウーム所属 YouTuber トップ3。ちょっとウーム、誰が入ってるのかもうわからないんで。 見てきますではちょっと、UU、UM のクリエイターページを開いたので誰がいるのか人めっちゃ増えたなこんなにいっぱいいたんこチャンネル多いなえー、なんえー、こんなにいっぱいシット なな <laughs> なんでなんででの知らないうちにすげえ増えたな全然わかんねえでもこんなに増えてもなんかトップ3選ぶの難しいですね何を基準に選べばいいんだろう、まあ、朝日さんは いい人だけど動画見ないから <laughs> <laughs> ちょっと考えさせてください A few moments later では発表します第3位マスオ TV 第2位カズチャンネル第1位木下ゆうかはい PDR さんの好きなウームクリエイタートップ3でしたぜひ皆さんのごめんよトミトミ,トミトミのことは好きだよでもトミトミの動画の サムネグロインだもん見たくないよそんなの富富 J だよガシャンはあぜひ皆さんの好きなウームクリエイタートップ3を教えてくださいちなみに野獣先輩はウームに入ってないんでリストに入れちゃダメですではハッピーセット400円マクドナルド What the fuck s that?